Entry number one. Senna Iwaki. Da 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 da. Indie Jones. Indie Jones. Da 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 da. じゃあ、こんな感じです。僕が一番シンプルです。それでは、エントリーナンバー2番、中村氏。くわ、来ました。幼稚園生。幼稚園生。でもいい感じじゃん。意外とね。意外と、いや、もう普通や。俺いつも着てるやつもあるよ。いつも通り。じゃあ、スリー。これいいんじゃないって自分で選んでたし。エントリーナンバー3、山田コーデ。コーデダラッタ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 ラッカメラ一回切っとこうかな。これどうすかどうすか、こういう目立つ。あ、でもいいと思う。いいでしょ、うん、なんか、うん、うん、ピンク好きなんですよ、意外と。うん、似合ってまーす。はい、次。適当で出てるで。エントリーナンバー4、岡尾マージン。あー、あの、一応、まあ、あー、ハロー。じゃあ、マトラはでも赤のイメージある。でも良さげ。うん、めっちゃいい。いい感じ。いい感じ。真剣じゃん。いい感じ。センター。センターっす。ナンバー5。ホルモン。ホルモン。モモダー。ハイマー。モモダー。ハイマー。これが1枚いけてます。エントリーナンバー、ラスト。なんじゃん、スタンバって。あ、なんじゃん、ちょっとスタンバって。なんじゃんだけ特別にするわ。オッケー。タタ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 。閉める閉める。閉める。思わなかったら閉めるじゃないから。ええ。なるほど。なるほど。え、ちょ、あの、正規の並び。正規の並び教えて。階段ちょっと上ぐらい登って、で、はい、ま。あ、じゃあ、出てきた順でいこう。ピンクって、剣だったっけ？真剣じゃないかな。で、つらの。そうそう。せーの。歯ブラシ忘れた人おる？はい。これは嫌や。これは嫌。ということで、みんな集まってください。罰ゲームつけろ。おお、セラ君真ん中です。やばい。せーの、はい。やだー。はい、どうぞ。わぁ、いいか、ハイマーが一番いいよ。うわぁ、すげえな。何じゃないの。いや、もう来てんのよ。すげえな、いきなりテンション低くなって。行ってきます。今からお先にちょっとお風呂に入りたいと思うんですけど、一番最初に入るので、ボディーソープやらリンスやらシャンプーの詰め替えじゃねえわ。しないといけないんですけども。それでは、お風呂に行ってきます。バイバイ。ただいま、お風呂から上がりまして、髪の毛を乾かします。お風呂気持ちいいですね。以上です。コーデと、はい、まで、お料理クッキングでしょうか。そうです、カレーライスです。カレーライスは。テスト作ってみましょう。本当にボーカルやってる。あなた本当にボーカル。じゃあとりあえずまず材料紹介をしていきましょう。人参、北海道産の人参。人参、そしてジャガーウイモン。ジャガーウイモンはいいですよね。ジャガーウイモンとタマウェギ。タマウェギですよ。ちょっと僕今日中華スープをみんなに作ってあげようと思っておりますので、ニラ、中華スープ、そしていいですね。まあ、こちらですね、ちょっと商品名多分映ってないと思うんですけど、魔法の調味料、魔法の調味料、そして大葉。これ大葉とあれですね、豚肉とかは親睦会の時に作らせていただきます。おい、ワインだよ、あの餃子。はい、復活させようと思っております。あ、そうだよ、お風呂上がったらできてる感じにしときます。そんなもんないか。お風呂行きます。お風呂行ってくるわ。中華スープを作っています、コーダイ君。中華スープを作っています、コーダイ君。難しいね、料理って。お母さん、ありがとうございます。じゃがいもの皮を剥いて
乱切りってやつにします。乱切りって何でしょうか、わからないので。いいですね、いいですね。お料理は初めてなんですけど、頑張ってやっていきます。完全に火が止めちゃって、小田くん完全に火を止めちゃうんですか。トーク力、自分カメラ回ったら減るやろ。そうなんですよ、プライベートの方がちょっと緊張しなくていいのが喋れるんですけど。スープ完成しました。1週間やってられるんでしょうか。じゃじゃん。1週間乗り越えられるんでしょうか。高台の愛情たっぷり中華スープです。はい、どうですか。これができました。難しいです。あ、ここマイケルがこだわってるとこだ。ここもしっかりここもうわ、関西人出てんな。ここはもったいないです、使わないと。すごいね、小田君。使ったことあるか。はい。何日煮る、煮るって書いてある。20分ぐらい煮るって書いてある。煮るって、うん、煮るがちょっとわかんないな。煮るって何ですか。煮るって何ですか、皆さん。え、煮るって何、今撮ろう。え、煮るって何。煮る、煮、どうすれば煮れる。煮るはさ、そういうのあるやん、混ぜて沸騰させてる状態でちょっと混ぜとくとか。あ、そういうこと。沸騰させていいんだから。 OK。 お米もあと9分で出来上がります。お米が一番心配、なんかねえ、ねえ、ガチでいい加減にして、誰ごま油冷やしたんあの、何でも適当に入れないと思うからね。お風呂上がりの中村です。はい、まあ、父ちゃん。はい。あ、ちゃんと掃除してるんですか。掃除っていうか洗い物ですね。洗い物偉いですね。来た、来るんじゃない。そうそう、一応お借りしていいですか。見てください、カレー作って、スープ作って、餃子を作ってます。3点セット。そしてここで僕はクックパッドを開きます。いや、4点セットやん、サラダもある。あ、そうや、合わせました。まずは1日1日目ということで、ここから1週間、約1週間過ごすわけですけれども、1日目にふさわしい素敵な料理が、出来上がりましたし、素敵な料理を作ってくださった、海馬高台には感謝しております。まあ、まずはこのリルリーグの出会いに感謝し、全てを捧げて、ありがとう、大地、ありがとう、太陽、命を、ありがとう。いただきます。いただきます。乾杯。もうあと3分喋ってたら、カレー冷めるわ。うまっ。ほんと？うまい。オーバー、オーバー入ってたの？オーバー、この間、塩コショウだったから、ちょっとね、オーバーの味が入ってた。4本ずつ出る？これ、オーバー全部入ってます。入ってる。オーバー入ってるほうが美味しい。美味しい。え、タレどこにつけろ。あ、入れてます。このまま、うん、あ、美味しいわ。でしょ、入ってたもん。めちゃくちゃうまいな。うまっ、やった。